今回は、野球も恋もライバルな新田明夫について紹介していこうと思うぜ。明夫は上杉達也と朝倉南をくっつけるハブ的な役割をこなすとともに、上杉達也が野球選手として本格化することにも手を貸すお人よしなキャラだよね。タッチファンの中にも新田明夫のスター性や優しさがとても好きだという人が大勢いると思うんだぜ。そんなわけで、新田明夫という男の野球人生と、ヤバすぎる恋愛について紹介していくぜ。思い出のシーンがあったら、たくさんコメントしてほしい。新田明夫という名の男。上杉兄弟、朝倉南とは同級生で、彼らが在籍している明星学園高等部と同じ東東京地区にある住工業高校の学生なんだぜ。東東京地区なのね。どの地区の代表の座を争っているのかわからなかったからこの情報は嬉しいわ。タッチの30年後の未来がミックスという物語を通して語られていくんだけど、その中で東東京地区にあることを紹介しているんだぜ。明夫の家族は、物語の中に一度も出てこない父、ライバルの上杉達也が家に遊びに来た時に毒を盛ろうとするお茶目な母、兄のことが好きすぎて、明夫の恋路を邪魔し続ける合気道二段の妹の床なんだぜ。なんだかすごい家族だわね。中学時代はチンピラグループにいて喧嘩三昧の日々だった。けど、上杉兄弟と同じ明星学園の原田翔平に出会って、化け物を見て喧嘩するのがバカバカしくなったのさと言って、それ以降野球に打ち込んでいるんだぜ。どうして野球だったのかしら？野球編で説明するのでここでは詳しく説明しないけど、上杉和也にコテンパンにやられたことがきっかけらしいぜ。原田を見て自分のいる世界でないことに気づき、その上野球でも叩きのめされればリベンジしたくもなるわね。でも、そこからストイックに自分を鍛えて天才打者としての道を歩き続けていくんだぜ。対等な相手とひりつくような勝負を求めているのかもしれないわね。上杉達也が野球選手として本格化する手助けをする場面があって、なんてお人よしなんだろうと思ったけど、自分の将来や誰かによく見られたいという願望ではなく、あくまでも勝負にこだわる侍のような人物なんだぜ。高校野球界の最後の侍かもしれないわね。そうかと思いきや、達也と南の恋路を応援しながらも、自分も南に対する思いを募らせていくという人物でもあるんだぜ。イケメンで成績優秀、温和で冷静、負けず嫌いだけど、恋愛に関してはちょっとへっぴり腰な感じが良いわね。実際こういう高校生がいたらすごくモテると思うよ。特に年上の女性の母性本能をくすぐるのは間違いないんじゃないかと思うぜ。そうだわね。私のそばにいたら放っておかないわ。でも毒を盛る母親と恋路を邪魔する妹がいたら大変ね。恋は障害が大きいほど燃えるというからな。ぜひ、ストイックに頑張ってほしいと思うぜ。ここからは、明夫の活躍を野球編と恋愛編に分けて紹介するぜ。新田明夫野球編。明夫が野球を始めたのは中学3年時に上杉和也と対戦したことがきっかけなんだぜ。明夫はチンピラグループにいたんじゃなかったっけ？弱小野球部に助っ人として出てほしいと頼まれて、一番打者として出場することになるんだぜ。散々な結果だったことは前にも聞いたけど、実際どんな感じだったの？自分でもかなりやれる自信があったんだけど、3打席3三振という結果だったんだぜ。新田明夫が3打席3三振。高校時代の成績を知っている私には考えられないわ。他の選手も手も足も出なかったようで、完全試合を食らわせられたんだぜ。和也の実力は中学時代からものすごかったわけね。そして、明夫は和也との4打席目を求めて、本格的に野球を始めることになるんだぜ。リベンジを求めて指導したわけね。負けず嫌いな高校生って感じがとても好きだわ。明夫がチンピラグループと関わらなくなった時期と重なるので、自身が求めていた好敵手がやっと見つかったということなんだと思うぜ。自分一人じゃ成長できないものね。それまでの明夫は、悶々としていたでしょうね。高校は、地元の工業高校である住工に入学するんだぜ。入学当初からバリバリ活躍するのかと思ったら、1年生の夏の地区予選ではレギュラーメンバーではないんだ。高校1年生といえば、中学4年生みたいなものだものね。そう簡単には出てこれないわよ。明星学園に進学した和也と住工が対戦したのは、1年時の夏の地区大会決勝だったんだけど、両チームのメンバー表には和也も明夫もいないんだぜ。早くもリベンジのチャンスが訪れたみたいだけど、どうしたのかしら。明夫は当時は控えだったのかもしれないけど、和也は試合に来る途中で交通事故に遭いなくなってしまうんだぜ。明夫と和也の対戦は二度と見られなくなったということだわね。明夫の喪失感は、半端じゃなかったと思うぜ。しかし、明夫のすごいところはここからなんだぜ。第二の上杉和也を求めて野球をやり続けるんだ。明夫を3打席3三振できるピッチャーを探すことはかなり難しいわね。1年生の夏以降に甲子園で活躍することになるんだけど、すごいと言われているピッチャーと数多く対戦しても和也を超えるピッチャーを見つけることはできないんだぜ。まあ、
結果はわかっていたわね。あとはプロに行くしか方法がないんじゃないかしら。上杉達也との出会いは、そんな時期なんだぜ。いくら和也の兄とは言っても、和也とは全く違うだろうし、野球をやっているところすら見てないんだから、なんとも言えないんじゃないかしら。たまたま行った図書館で、同じ本を取ろうとした秋夫と達也は、じゃんけんをすることになるんだぜ。秋夫は観察眼が鋭く、じゃんけんに絶対の自信を持っていたんだけど、達也には勝てなかったんだぜ。じゃんけんが強くたって、野球が上手いとは限らないじゃないかしら。そこから、達也のことが気になった秋夫は、達也の試合を見に行くことになるんだぜ。1回戦では、達也のことをよくわからんと評価しているものの、2回戦の西村率いる西南高校との対戦でヒットを1本をも打たれずに敗戦投手となった達也に対し、上杉兄弟とは縁がないらしいと対決できなかったことを非常に残念に思っているんだぜ。本格化前の達也との対戦を私も見てみたかったわ。隅高は、決勝戦で西南高校を破り、甲子園に出場して準優勝という結果を残し、秋夫も6試合で4ホームラン、20打点と大活躍だったんだぜ。和也にも勝るとも劣らない達也の存在が秋夫のやる気を上げさせたわね。朝倉南との雑誌の対談のため、訪れていた明星学園で記者の求めに応じて、達也と対決することになるんだけど、面白いように打球は外野フェンスを越えていくんだぜ。エキシビジョンマッチみたいなものだから、お互いどこまで本気なのかわからないけど、結果、秋夫は達也のことをやる気にさせてくれるやつと評価しているんだぜ。ここへ来てようやく対決が叶ったわけね。でも、本当の試合の方が緊張感があっていいわね。甲子園常連校の隅校が明星学園に練習試合を申し込んでくるんだぜ。甲子園の常連校から練習試合を申し込んでくるんだから、それなりのメリットがないといけないわね。秋夫は、達也との対決が自分とチームにとって大きなメリットになると考え、練習試合を組むよう、監督に頼んだと思うぜ。いよいよ秋夫と達也の長い戦いが始まるわね。練習試合では、控えの吉田が5回まで投げたので秋夫との対決は2回だったんだ。1打席目はライト方向へのホームランだったんだけど、2打席目は三振だったんだぜ。互角の戦いだわね。ここからは練習量と練習の質が勝負の行方を左右するわね。特に最後の打席では、捉えたはずのボールがファールになり、秋夫もこんなはずではという表情をしているんだ。天下の隅高が無名校に同点で終わったなんて悔しいでしょうね。練習試合は、勝った負けたというよりは、自分が日頃練習していることを試合で出せるかどうかを試す場なので、一喜一憂してはいないと思うぜ。しかし、家に帰ってからも素振りをしているあたり、悔しさ半分、嬉しさ半分という感じなんだと思うぜ。秋夫から空振りの三振を奪ったのは、達也と和也だけなので、今後も二人の戦いは目が離せないわね。しかも、この後、達也との対決に加えて、甲子園出場に躍起になる出来事が起こるんだぜ。どんなことが起こったのかしら。3年次の春の選抜甲子園には隅高が出場するんだけど、決勝戦では秋夫自身のエラーでさよなら負けすることになるんだぜ。野球をやっていれば、誰もがエラーをすると思うので仕方ないわね。秋夫は甲子園に忘れ物をしてきてしまった。と自身のストイックさに拍車をかけることになるんだぜ。好敵手の達也にしてみれば、全く迷惑な話ね。高い壁がさらに高くなった感じがするわね。自分が求めている相手とヒリヒリするような対決に勝利。その結果、甲子園に出場し、最終的に全国制覇を成し遂げるという目標ができた秋夫は、手の皮がボロボロになるまでバットを振り続けるんだぜ。ものすごい執念ね。これなら達也にも勝てそうね。しかし、もう一方の天才も秋夫のボロボロになった手を見て、今のままでは勝てないと悟り、柏場英二郎監督代理の厳しすぎる練習にチーム全体で取り組んでいくんだぜ。両チームとも甲子園に向けて集中しているということね。夏の地区大会が始まると、隅高は順当に勝ち上がっていくんだぜ。決勝までの5試合のうち、4試合がコールド勝ちだ。絶対王者の貫禄ね。秋夫の調子はどうなのかしら。5試合でもホームラン、打率6割8分、安打の9割が長打という素晴らしい成績なんだぜ。負けた相手のピッチャーが気の毒なくらいね。対して、明星学園の調子はどうなのかしら。明星学園は6試合中、2試合がコールド勝ちで、準決勝では達也のノーヒットノーラン達成で勝ち上がってきているんだぜ。達也の調子がチームの不振を握っているわね。初回は、内野陣のエラーによりノーアウト満塁で秋夫を迎えるんだぜ。攻撃面に加えて、守備面でも足を引っ張っている感じだわね。それに加えて、達也に迷いがあるらしく、本来の姿を見せていないんだぜ。秋夫にとっては、がっかり感が半端ないんだけど、甲子園出場も大きな目標なので気を抜けないんだぜ。絶好の得点チャンスだものね。ここで、達也のギアは一段上げてくるんだ。これには秋夫もびっくりな表情なんだぜ。
2球目をフルスイングすると、打球は達也の左足首めがけてまっしぐらに向かっていくんだけど、反射神経のいい達也は、これを候補してトリプルプレイであっという間にチェンジになってしまうんだぜ。チャンスが一気に消滅してしまったわね。明星学園にとってはラッキーだったわね。それ以降も達也の調子は上がってこないんだぜ。和也の速球に合わせて練習してきた秋夫のタイミングはずらされてしまい、大きな外野フライに終わってしまうんだ。秋夫にとってはストレスが溜まっていく展開ね。5回裏になって、ようやく達也本来の重くて速い球が蘇ってくるんだぜ。達也は、南を甲子園に連れて行くのは和也だと思っているから、自身を和也のつもりで投げていたけど、よくよく考えたらそんな弱っちい自分を和也が応援してくれるはずはないということに気がついて、達也らしい荒々しいピッチングへと変貌していくんだぜ。秋夫にとっては喜ばしいことかもしれないけど、隅高にとっては残念な状況ね。第3打席は、本来の達也と対峙することになるんだけど、1球目は振り出したバットにかすりもしないんだぜ。しかし、次の球は難しいコースながらもヒットにするんだぜ。すぐに修正するあたり、やっぱりすごいバッターね。だけど、重い球に手は痺れているんだ。戦うべき相手がようやく戦える状態になったことを確信するんだぜ。お互い次の打席では、全力勝負ができるわね。秋夫の次のバッターは、達也から2本もホームランを打っている大熊という選手なんだけど、彼も含めて秋夫以外の選手は、覚醒した達也の前には三振の山を築くしかないんだぜ。達也は完全に目を覚ましたわね。8回裏3対3の同点から第4打席が回ってくるんだぜ。ここで打っておかないと、次の打席は回ってこない可能性があるから、甲子園に行くには是が非でも打たないといけない場面なんだぜ。ヒリヒリした場面がやっと来たわね。柏葉監督代行は、秋夫のことをお前らが考えるより数段上にいる。勝ちたいならストライクを投げるなと伝えるんだけど、達也は真っ向勝負をするんだぜ。男と男の対決ね。ワクワクするわ。その結果、値千金のバックスクリーンを遥かに超える特大ホームランを打つんだぜ。バックスクリーンを超えるホームランなんてプロ野球でも見たことないわ。これで、隅高の勝利は決定的だわね。ところが、9回表に大熊のエラーなどで同点に追いつかれ、10回表には、達也のホームスチールで1点ビハインドとなってしまうんだぜ。野球は何が起こるかわからないわね。そして、10回裏2アウト2塁の場面で秋夫の打席となるんだぜ。両雄は今見えるということね。だけど、今までの実績から言って、秋夫は敬遠されるんじゃないかしら。誰もが秋夫は敬遠されると思っていたんだけど、達也は勝負することにするんだぜ。秋夫は、甲子園行きの切符を手にすることになるのかしら。秋夫は、3打席3三振を食らった、あの衝撃の速球を打ってリベンジしたとは思ってないんだぜ。達也の速球だって他のバッターは打てないんだから、贅沢な悩みだと思うわ。それだけ和也が優れたピッチャーだったということだな。秋夫としては、初恋の相手ぐらい思い入れが強いということなんだぜ。それで、10回裏2アウト2塁からどうなったのかしら。初球はサードが反応できないほどの打球を打つんだ。達也は、より速い球を投げるために、2球目からワインドアップからの投球に切り替えるんだぜ。秋夫も達也も能力全開だわね。秋夫は、達也の速球に押しつ押されつしながらファールで粘るんだぜ。勝負を見ている人たちの方が緊張してきそうな場面ね。そして、運命の8球目は、達也に和也が乗り移ったかのような速球に空振りの三振を喫してしまうんだぜ。私の秋夫が負けたなんて信じられないけど、勝つ人もいれば負ける人もいるのが勝負事だわ。試合後、秋夫は達也と握手をするんだけど、その時に、負けるなよ、上杉和也にという言葉を残すんだぜ。随分意味深な言葉ね。秋夫は、最後の直球は、達也と和也が二人で自分を任しに来たと思っているんだぜ。達也自身も和也と二人でないと秋夫を任すことはできなかったと認識しているんだ。だからこそ、上杉和也に負けるなと伝えたんだと思うぜ。ヒリヒリする勝負は見応えがあったわね。今後はどうなるのかしら。達也は、この後甲子園で決勝まで投げ抜いた影響で、一年間は投げてはいけないというドクターストップがかかってしまうんだぜ。型は消耗品という言葉があるから仕方がないわね。秋夫は、会社社長の一人息子としては、いろいろ難しいところがあるらしく、プロには進まないと言っているんだぜ。二人とも事情があるから仕方がないとはいえ、恐ろしくもったいない話だわね。ところが、秋夫は大学に進学して野球を続けることになるんだぜ。それも6大学のチームに入って、4番バッターとして活躍していて、6大学のホームラン新記録まであと3本というところまで来ているんだぜ。そうよね。我らが秋夫を放っておく大人はいないわよね。秋夫は、父の仕事を手伝うことも考えたらしいんだけど、眠ったままの好敵手と再び戦うために、大学そしてプロ野球に進むことを決意したんだぜ。秋夫と達也の大学卒業後はどうなったのかしら。
達也は、大リーグを目指してアメリカに渡ったんだぜ。秋代は、今までの実績を踏まえると、プロ野球ドラフト会議で多数の球団から1位指名を受けて、入団することになるだろうと思うぜ。もしかすると達也との対決が日本で見られるかもしれないわね。達也が日本で野球をやることはあまり考えられないので、数年後、秋代がフリーエージェントの資格を得て、大リーグに挑戦するという形で対戦することになると考えているぜ。二人の対決を華々しいプロの世界で見てみたいわね。そして、今度こそ秋代が勝利するところをこの目に焼き付けたいわ。新田秋代恋愛編。ここからは、秋代の恋愛について紹介するぜ。イケメン、優しい、お金持ちの三拍子が揃った人ね。私に紹介してもらいたいわ。秋代は、朝倉みなみが好きなんだ。上杉達也がいると分かっていても、大学生になってからもずっと好きなんだぜ。よく言えば一筋、悪く言えば諦めが悪いということかしら。みなみとの出会いは、達也とみなみが図書館にいるところをたまたま見かけたのが最初だぜ。図書館で出会うということは、家が割と近いところにあるということかしら。別の日に、買い物袋を両手いっぱいに持って歩いているみなみと遭遇するんだけど、危なっかしいなと言いながら自宅まで送るんだぜ。本当に目と鼻の先に住んでいるんだわね。父親が経営している喫茶店では、たまたま居合わせた西南高校の西村が達也といるんだけど、そこへ秋代とみなみが入ってくるんだぜ。達也も内心穏やかじゃないわね。秋代は、達也に送ってきただけだよとニヤニヤしながら言い訳をするんだけど、その後、みなみが達也の隣にまるで夫婦のような自然な感じで座るところを見て、がっかりした表情になるんだぜ。みなみが達也と付き合っていることを感じ取ったのかしら。二人をじっと見つめる秋代なんだけど、そこでみなみが、大丈夫よ毒なんて入ってないからとバイクのお礼に差し出したスパゲティを見ながら言うんだぜ。何をトンチンカンなことを言っているのかしら。でも、この辺から秋代の恋愛地獄が始まるのね。雑誌の企画で、高校野球のスーパースターである秋代と、新体操の新星である南が明星学園で対談することになるんだぜ。秋代はどんどん南との接点を増やしていくわね。それを知った妹のゆかは、取材が嫌いで、面倒くさがりなのにどうして?と秋代に詰め寄るんだぜ。ゆかはお兄ちゃん大好きだものね。秋代は、今まで何度もゆかにデートを邪魔されていて、そのおかげで彼女がいないんだぜ。そこまで行くと、もはやブラコンだわね。でも、兄がイケメンのスーパースターだと、妹が好きになっても仕方がないわね。秋代は、とぼけた様子で南の彼氏は明星学園のエースである達也だということを話すんだけど、ゆかがたまたま手に取ったアフリカの歌という本の中から南の写真が落ちてきて、兄は南のことが好きなんだと確信するんだぜ。すっとぼけているところが、南のことを好きな証拠だわね。恋愛に関しては、わかりやすくていいわね。ある日秋代は、小雨の中バイクに乗っていると、買い物中の南を見つけて乗りなよと声をかけるんだぜ。グッドタイミングね。南は、家まで送ってもらったのでお礼にコーヒーでも飲んでいってよと誘うんだけど、雨が強くなりそうだから、次の偶然に期待するよと言って、やんわり断りながらも、南に好意があることもさりげなく伝えるんだぜ。イケメンはやることなしことスマートね。私なら確実に惚れるわね。その帰り際に飛び出てきた犬を避けようとして転倒してしまい、入院することになるんだぜ。怪我の状態はどうなのかしら。心配だわ。大事をとって、入院しただけなので、大したことないんだけど、飛び出てきた犬が南の家の犬だったので、責任を感じた南はお見舞いに行くことになるんだぜ。秋代にとっては、してやったりというところかしらね。秋代との野球の勝負で互角の戦いを見せた達也の周囲には、床がうろちょろするようになるんだけど、兄は南のことを好きなことを伝えるんだぜ。達也と南の仲違いを狙ってのことだと思うわ。床は、秋代の病室に飾ってある花を見て、わざとらしく、誰のお見舞い?と聞くんだけど、秋代も朝倉さんかな。とぼんやりとしか伝えないんだぜ。秋代が恋愛地獄へ落ちていく気がするわ。南との会話が気になる床は、秋代に根掘り葉掘り聞くんだぜ。床の頭の中は、兄と南をくっつけてる作戦が組み上がっているわね。南が本を貸してくれるという話になっていることを聞き出すと、お見舞いに来た南に自分も読みたい本があるから秋代に渡しておいてくれないか頼むんだぜ。南を毎日お見舞いに来させる作戦だわね。秋代にしてみれば、超強力なサポートね。そんな思惑があることを知らない南は、床に頼まれた本を持ってくるため、翌日も秋代のお見舞いに来ることになるんだぜ。無事に作戦成功だわね。自分のためとはいえ、なかなか作詞だわね。秋代も兄貴思いのいい妹だと褒めていて、おかげで院内デートはしばらく続くんだぜ。ゆか様様だわね。秋代も超ラッキーだと思っているでしょうね。秋代のところには、何人もの女の子がお見舞いに来るんだけど、看護師は全て追い返すんだぜ。
でも、南だけは、秋夫と素敵な関係だと察知しているんだ。周囲にも南が秋夫にとって特別な存在だと思わせるところがすごいわね。これだけお見舞いに通っているとなると、達也でさえも秋夫と南の関係が気になってくるんだぜ。転倒の原因になったポッポを連れて、秋夫の病室に行くんだけど、そこには南はいなかったんだ。そりゃ自分の好きな子が他の男のお見舞いに何度も行っていれば気になるわよね。達也は、ポッポに謝らせるために連れてきたと言い訳をしつつも、南が病室にいないことを確認したら、そそくさと帰るんだぜ。達也も安心していてはいけないわね。達也の本音が聞けるかもしれないと思った南は、ついたての裏に隠れていたんだけど、秋夫は彼女に君のことが心配で様子を見に来たんだと達也の気持ちを代弁するんだぜ。達也の本音を聞き出すことができなかった南はどんな反応だったのかしら。秋夫の言葉にどうしてと南が言うもんだから、自分の彼女が他の男に会いに行っているとなれば、気にしない方がおかしいよと答えるんだぜ。南もどこかトンチンカンなところがあるのかしらね。秋夫は、達也の彼女は南であるということをさりげなく言ったつもりだったんだけど、南は軽く聞き流してしまうことにショックを受けるんだぜ。南が否定しないんだものね。秋夫としてはやるせないわよね。南は和也といれば恋人同士に見られるんだけど、達也といても幼馴染にしか見られないことをぼやくんだぜ。秋夫にとってはハートブレイクな状況だわね。秋夫は、恋人同士に見られないのは二人が自然すぎるからなんだと慰めるんだぜ。自分には出番がないことを自分で宣言しているようなものね。ほんと、お人よしだわ。その上、妹のゆかは諦めが悪いから気をつけてと、敵に塩を送るような発言もしているんだぜ。現時点では、押しても無駄なことがわかったのね。諦めていないけど、今は良好な関係でいたいと思ったわけね。それでも、3年時の夏の地区大会決勝戦前日に、ぼんやり歩いている南と遭遇した秋夫は、彼女を家に誘うんだぜ。決勝戦を前に急展開な状況になるのかしら。それまで、南にとって秋夫は、友人の一人だという発言が多いんだけど、南の家に送ってきた時にできるものなら野球の後も戦いたいもんだな上杉達也とと言うんだぜ。秋夫らしからぬ攻めの姿勢だわね。南は、秋夫が自分に好意を持っていることに気がつくんだけど、秋夫は、すぐに無理かと自虐的に言うんだぜ。そこは秋夫らしさが出てるわね。ここはぐいっと攻め込んでもいいと思うけど、良好な関係を崩したくないっていうのあるわね。夏の地区大会決勝で、達也に負けた秋夫は全国をバイクで回る旅に出るんだぜ。その途中で、南が出場する新体操のインターハイ応援のために鳥取に向かうんだけど、試合前の不安定な気持ちになっている南を支えることはできないんだぜ。悲しいかな失恋の予感ね。今、南を支えられるのは達也しかいないことを知るんだけど、それでも南のことを諦めたりはしないんだぜ。兄弟揃って諦めが悪いわね。障害が大きければ大きいほど、燃えるタイプなんだわ。大学生になると達也と南は、違う大学に進むことになり、その上、南は新体操の大会や合宿が多くなってしまったから、二人は今までにないくらい離れている時間が多くなっていくんだぜ。高校3年生の時は全くノーチャンスだったのに、秋夫にとっては朗報ね。そんな時に秋夫と南は、和也の墓参りで会うことになるんだ。秋夫は、南に元気がないことを気にかけ、俺でいいならいつでも話を聞くよ、今でも南ちゃんが好きなんだと、渾身のストレートを投げ込むんだぜ。南の心の隙間を埋めるため、そして、南を振り向かせるための負けられない戦いが始まるのね。秋夫と南の関係に進展がある中、達也と水の香りという女性が急接近するんだ。水の香りは、自分と達也の境遇が似ていることから、同じ大学の学生と偽って達也の周囲をつけ回すんだぜ。嵐の予感ね。人間寂しくなると支えてくれる人が必要になるものね。達也と香りがデートしているところを偶然見かけた南に対し、香りは南といると和也を思い出してしまう。野球も和也も忘れたい。と言っていると嘘をつくんだぜ。自分に振り向かせるためなのかわからないけど、その嘘はいけないわね。あわよくば、そのまま付き合いたいという気持ちがあったのかもしれないけど。結局、南は香りの嘘に踊らされて、達也に真意を確かめるんだけど、達也は何を言っているのか全くわからないんだぜ。そりゃわからないでしょうね。自分が思ってもいないことを言われるんだから。深い悲しみに襲われた南は、公園で一人泣いているんだけど、そこに秋夫が通りかかるんだぜ。秋夫にとっては二度とない好機ね。だけど、人の弱みにつけ込んでいるみたいで気が引けないかしら。そこは秋夫もわかっているんだぜ。ここぞとばかり押すのではなく、絶妙な距離感を持ちながら南の錆びついた心を癒していくんだぜ。日本全国の新田秋夫ファンがもだえているかもしれないわね。夏祭りの日、秋夫と南は何回目かのデートをするんだぜ。なんだか、いいシチュエーションになってきたんじゃない？花火のまばゆいフラッシュライトを浴びながら、
秋尾はみなみちゃんの中に僕はいるのかな？僕はみなみちゃんを幸せにしてみせると言うと抱き寄せるんだぜ。ここは一気に攻め込むところね。二人が唇を重ね合わせようとしたその時、みなみはたっちゃん助けてと言うんだぜ。え、結局キスはせずに終わってしまったのかしら？私だったら身も心も秋尾に捧げるわ。この時秋尾は、高校3年時の新体操インターハイを思い出したんだと思うぜ。みなみの不安を拭えるのは達也だけだったということをな。とんだピエロ役だわね。私だったらこれからは、みなみちゃんの不安を拭うのは僕だけだよ。とかなんとか言っちゃってキスをしてしまうと思うんだぜ。もう一押しできないところが秋尾の悪いところでもあり、いいところでもあると思うわ。彼にはみなみよりもずっと綺麗で、思いやりのある女性と巡り合えることを望んでいるわ。秋尾には妹のゆかも納得するような女性でなければならないから大変なんだぜ。それはそうと、今後の達也とみなみの関係も気になるわね。まさか、秋尾をこんな目に合わせておいて、他の女性とくっついたなんてないでしょうね。それでは、次回は上杉達也を愛した女性と、その女性たちのその後を紹介していくぜ。達也は、和也や秋尾とは違った優しさを持っているから、彼の本当の性格を知った女性は好意を抱いていくんだぜ。次回の動画も目が離せないわね。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。次回が気になる人は登録ボタンをよろしくお願いします。